韓国統計庁の人口統計によると韓国の人口が5000万人を超えたのは2012年6月23日だった。当時本市は韓国が世界で7番目に20クラブから50クラブ1人当たり国民所得2万ドル人口5000万人以上の国に浮上するという企画記事を掲載した人口5000万人時代の経済的社会的意味に焦点を当てた内容だった。人口と経済力を並べて世界と比較することで韓国の総合的な地位が、A 描き出されると考えた取材を進めると第二次世界大戦以降に独立した国で20クラブから50クラブに加わったのは韓国が唯一であり内需ではなく輸出市場を重点的に攻略しこのレベルにまで達したのも韓国だけだということを初めて知った米英など他の20クラブから50クラブ各国は20世紀を迎える以前から列強だった20クラブから50クラブという造語は時事用語になったそこにハ半顔の軌跡を改めて感じた 台湾のメディアなども韓国の20クラブから50クラブ入りを報じた当時最大野党だった民主党は数ヶ月後所得3万ドル統一後の人口8000万人を達成しようという内容の30クラブから80クラブという政策ビジョンを提示した文在寅文在寅大統領は先月 kbs が言った特別対談でこう語った我々が明確に認めなければならないことはマクロ的に韓国経済が大成功を収めた事実だ昨年韓国は一人当たり た人所得3万ドルを超え、世界で7番目に人口5000万人以上、所得3万ドル以上の30クラブから50クラブに加わったその国々の中で、韓国は昨年かなり高成長した。 しかし、事実は前後の脈絡の中で読み取り解釈すべきだ。昨年の韓国の合計特殊出生率は098で世界最低世界で唯一1位を割り込む国となった現政権が自慢してきた少子高齢化対策はこれといった効果もなく存在感もない2017年に31%だった経済成長率は昨年には27%に低下今年は2%台前半にまで落ち込むとみられている所得指導成長と席平 積み重なった弊害の生産が企業投資をいかに萎縮させたかは説明不要だろう。最低賃金引上げ、脱原発、硬直的な労働政策など、反市場、新労者の政策は、すでに国際通貨基金、IMF やムーディーズなどに副作用が記念されると評されている。このままでは人口と国民所得が交代しかねない状況だ。韓国は30クラブから50クラブ入りを果たして、すぐに脱落するかもしれない状況なのに、青瓦大、韓国大統領 政府は反省することもなく政策方向の転換をないと釘を刺しているこれは30クラブから50クラブ入りがどういう基盤の上で誰のおかげで可能だったのかという基本的な認識が欠如しているからだ現政権で国民経済諮問会議の副議長を務めた金広と金ギとン広国家未来研究委員長は7年前20クラブから50クラブ入りは2000年代以降多様性と解放を追求したおかげだと発言した国全体が数十年にわたって 育成してきた輸出企業が通貨危機を克服し開放と自由貿易という世界的な流れに乗った結果だそれによって20クラブから50クラブそして30クラブから50クラブという経済繁栄につながった現政権はこの繁栄の道から離脱しようとしている不幸が3代続かないと言われるのは財産を受け継ぐだけでその財産を守る方法を知らないためだその教訓を胸に刻んでもらいたい